テレサストラータス1984年、テレサストラータスは、カナダ出身のオペラ歌手、トロント生まれのギリシャ系、欧州各地の歌劇場やメトロポリタン歌劇場で活躍、レコーディングや公演にも増して多くのオペラ映画に主演した。60年代に、やはり美貌で人気を集めたアンナ・モッフホーと入れ替わるように70年代にピークを築く。モッフホや、 ギリシャ系北米人として、選抜にあたるマリア・カラスラが、イタリアオペラ中心だったのに対して、ドイツ系レパートリーを得意とした。映画形式で、サロメ、アトランティスの皇帝、コトリウリ、パガニーニ、ジュディッタ、ロシアの皇太子、コシファンツッテ、ライブ映像で、ルル、録音で、カラヤン式のメリーウィドウ、クロンプホルツ式の売られた花嫁、ブーレイズ式のルル、 クルトバイル歌曲集などを残しており、地のセリフでのドイツ語も流暢にこなした。他に、イタリアオペラでは、道化師、椿姫、ラボエーム、英語オペラで、アマールと夜の訪問者などの映像がある。喜劇ではコケティッシュな、悲劇では発酵な雰囲気を漂わせ、人気を博した。1981年にグラミー賞を受賞している。ありがとうございます。